皆さんこんこにちはは 7L4WVU でですす2025年最初の製作は真空管ラジオです今回はネットで公開されていたマルツさんのホームページに掲載されていた回路をベースに安全な低い電圧の真空管ラジオを作ってみました DC10V 以下でどの程度実用になるのかを確認するのが目的です そしてこの製作にあたっての目標として 3D プリンターを使ったプラグインコイルの構造の検討を行い充電式の真空管ラジオができないかチャレンジしてみることにします制作はジャノメ基板で先のマルツさんの回路を参考にして簡単に組み立ててみました真空管は 12AT7 という三極管が2つ入ったものです基板のサイズは 5セ c m × 7センチで収まりました。プラグインコイルのピンの部分をどうするか悩んだのですが、ハン品で、アルディのマイコンを使った時に大量に余っている6ピンのピンヘッダを使う構造で試してみました。これで少しは余ったものも有効に使えます。コイルの写真は、左が中波用、真ん中が3から10メガ、右が10から30メガ用となります。 次にリチウム電池と小圧基板そして充電基板を実装します小圧基板では 3.7V を約 8V 程度にして使用していますノイズがかなり出るので基板のパスコンフェライトコアで対策しないと使えません ラジオ単体の消費電力は真空管のヒーターがほとんどで 1.5W 程度になりますので約2時間聞くことができました最後にケースを製作します小型でかわいいラジオになったと自分では思っていますまたバーアンテナもプラグインできるようにして受信できるか試したところ再生がうまくかかるせいか好感度でよく受信できました 最初に低い電圧でどの程度楽しめるか疑問でしたが制作の結果十分楽しめることが分かりました充電式はうまくいきましたが聴ける時間をもう少し長くしたいところです最後に真空管やバリコンの入手が難しいかもしれませんが 安全に作れるので制作にチャレンジしてみてくださいそれでは動画のご視聴ありがとうございました